いらっしゃい。ありがとうございました。なんや、言いたいことでもあるのか。もう謝っても遅いし、しつけがなかった。しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。
誰かに見られている。気のせいか。なんだ、問答無用か。今のは何だったんだ。いや、どうやら化かされたの。ん？あんた見たんじゃろ、刀を手にした亡霊を。ああ、正確には見ただけじゃないがな。わしはここの墓守りをしとるじじいじゃ。嫌に空気がざわめいとったもんで来たんじゃが、原因はあんたがここにおったからか。あんたもここの亡霊を見たことがあんのか。あんたよそもんじゃろ。ん？地元のもんじゃったらこの墓場には近づかん。ガキどもの肝試しもここでやるんだけは避けよる。まあよそもんはよそもんで、小がなとこまでめったに来るもはおらんが。そうか、知らなかったんだ。ええんじゃ、別にとがめとるんとちゃうけ。ここに出る亡霊たちは昔瀬戸内海を荒らした海賊じゃったっちゅう話でのう。海の男は気が荒いけ、亡霊になっても喧嘩相手に飢えとるらしい。あんたが嫌でなけりゃまた来て遊んでやったれや。なんだと？海賊の亡霊か。この町にも喧嘩の種がなくならねえな。いらっしゃい。うまいな。ありがとうよ。クヒだ。
つわものに酒夏目す。クヒだ、つわものに夏目。クヒだ、ひだるきはことに戦の大使なり。場所を喉笠や小山続きに塔二つ、正岡式。クヒだ、日の影は青海原を照らしつつ、光る孔雀の尾道の十返舎一句。ん？お前さん。ああ。この尾道という古来から風光明媚な港、ここを訪れた有名な作家やし、この土地に。尾道の先人たちは、そのお前さんも暇があったら、先人たちが残したシーカ。そうだな。クヒは全部で9つある。わかった。クヒだ。盤石座すべく待つ夜べし、憔悴かくるところ開口を現る。六年重ねて来たる千光寺、三四水明四庫にあり、盤が半ば暗くして繁栄斜めなり、愛つとう惨敗未だ傾け去らず。神戸を巡らして年頃に諸少年に食、騎手せよ先生、かつてよいしところと来山陽。
どうした？何か食べるものを。腹が減っているのか。何か持ってきてやるか。わかった、何か持ってきてやるよ。できればとんかつ弁当。何なんだこいつは。だが放ってもおけねえ。仕方ねえ、とんかつ弁当を渡してやるか。大屋根は皆寺にして風薫る岩屋さざ波。クヒダ、つわものに酒、夏目漱石。クヒダ、軒茂く建てる家々を足引きの山の尾道道狭きまで尾形公安。
喧嘩を解け。クヒだ、墓からも花桶からもひばりかな、小林一茶。クヒだ、覚えきれぬ笑み水印。
手間取らせやがって。何か分かりましたか？おい、みんな聞いてくれ。この町にある区碑を全て回ってきたんだが、偶然にも暗号のアルファベットと作者の頭文字が一致した。証拠に区碑を全て写真に収めてある。田頭、見てくれ。へい。た、確かに完全に一致してますわ。もしかしたら例の暗号の開示表は区碑に刻まれたしかもしれん。キリュウの兄貴、これは大発見じゃ。ということは例の暗号が全て解けるっちゅうことじゃな。ええ、早速照合してみますわ。 J7 は十辺社一句の7番目の文字、海。 B7 は芭蕉の7番目の文字、軍。残りも全部当てはめると海軍水兵山名道大の墓。海軍水兵山名道大の墓。それって仙六の墓地にあるでかい墓のことか？そうじゃ、あの古い墓のことじゃ。なら話は早い。キリュウの兄貴、早速墓地へ行ってみましょうや。わかった。これじゃ、海軍水兵山名道大と書かれてる。この墓に秘密が隠されている。キリの兄貴、墓を開けますんで手伝ってください。ちょっと中を覗いてみるだけじゃ、バチなんて当たりませんって。それじゃ行きますよ。何かあったか？ん？奥に何かある。キリの兄貴、こんなもんが出てきよったで。これは昔の石見造船所の見取り図ですかね。確か戦前まではここで船を作っとったらしいです。ただ老朽化で今は敷地も完全に封鎖されとるはずです。牢の暗号が示す場所はここだ。ここに尾道の秘密ってやつが隠されている。キリュウの兄貴、ハンジュンギを追った時のイーノの船がまだ使えるはずじゃ。あれに乗れば造船所に入り込めますか？頭、船まで行くにも本家の連中がうろついてるはずじゃ。おいじゃけど暴れていいんじゃな。当然じゃ、もう遠慮はいらん。兄貴、
フェリー乗り場へ行きましょう。またあの感覚、海賊の亡霊か。また会ったな。何？他にも？またこんなとこに寝かせやがってやっぱりあんたじゃったか。墓守のじいさんか。あんた名前は？桐生だ。桐生一馬。桐生さんか。どうもあんた亡霊たちに気に入られたと見えるの。なんであんたにそんなことがわかる？わしは長いことここで墓守りしとるけようわかるんじゃ。あんたにはわからんじゃろうが、この墓場には今陽気な空気が流れとる。陽気な空気？今まではずっとうつうつとしとったんじゃが、亡霊たちはあんたのことを歓迎しとるらしい。多分亡霊たちの喧嘩っ早い血がたぎっとるんじゃ。よくわからねえな。あんたじゃったら数百年来の亡霊たちを成仏させられるかもな。準備できとるで。早う乗ってくれ。何ぶつかっとんじゃ。さっといてなんじゃ、その態度は。何見とんじゃ。何でもしなんで。目障り。時間食っちまった。おいじゃ兄貴、もう兄貴は準備できとるんで。ああ、行こう。へい。兄貴、岩見の造船所を言うたらうち広い敷地やけ、さっき解いた暗号の指す場所が間違うとったらもうお手上げじゃ。
他に手がかりはねえんだ。とにかく行ってみなきゃ始まらねえ。暗号の場所が造船所の中にあるのは確かです。岩見の造船所はわしも何度か入ったことありますけ、どの辺かは大体見当つきます。わしが造船所の中ナビしますわ。ああ頼む。それはええとして、どがなもんが暴かれるんで、結局尾道の秘密いうのは何なんじゃ。さあな、ローも秘密の内容は知らなかった。出てきよったで、兄貴。あんなら、また本家の連中じゃ。全員離れ離れになるな。俺のそばに固まったろ。来るで。行くぞ。わしの敵じゃないんじゃ。こんなん序の口でしょうが、まだまだおるはずですけ。暗号が差し取った場所は造船所のずっと奥ですわ。こっちじゃ、わしについてきて使うさい。Yeah!
後を目指しましょう。暗号の場所はまだまだ先じゃけ、急ぎましょう。奴らじゃ。遠慮すんな。片っ端からぶちのめしたれ。兄貴たち、先を急ぎましょう。おい、どうなっとるんじゃ。ここで行き止まりか。通路が閉鎖されとる。このままじゃ捕まるぞ。どうするんじゃ。
兄貴、さすがです。くそ、次から次と。兄貴たち、早う来てください。兄貴たちは先行っててつください。こいつらわしが足止めしときますけ。松永、お前大丈夫です。全員ぶちのめしたらすぐに追いつきますけ。おらお前らの敵はこのわしじゃ。ここは松永の兄貴に任せて先を急ぎましょう。わかった。造船所の下にこんな地下通路があったとはの。おそらく戦前に作られた坑道でしょう。ライトを持ってきましたけ。こいつをつけてつかざい。しばらく歩きますけ。ついてきてつかざい。なんか聞こえねえか？なんだと。おお、大したもんじゃ。
わしらも随分舐められたもんじゃの。兄貴、ここはわしに任せて使わさえ。兄貴は田頭と先へ。わかった。おい我、本家の差し金かなんか知らんがの。広瀬一家の頭、舐めとったらいけんど。わしの玉は取れたけ。もっと死ぬ気でかかって今回。しゃあ！これを登るのか。ええ、頭が時間を稼いでる間に早く。